オゴセ線は、埼玉県坂戸市の坂戸駅と入間郡オゴセ町のオゴセ駅を結ぶ、東武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングの路線記号は TJ。オゴセ線の前身は、オゴセ鉄道で、1927年9月22日に、埼玉県入間郡坂戸町から、入間郡オゴセ町に至る全長7マイルに3フィート6インチ期間の、地方鉄道免許を受け、 1928年9月28日に創立総会を開き、本社を東京府東京市本所区の東武鉄道本社内に置き、初代取締役社長は、東武鉄道専務取締役の吉野伝屋が就任し、資本金35万円で設立させた。設立にあたっては、おごせ鉄道沿線の町村が、おごせ鉄道の株式の引き受けに協力した。 1932年2月17日に、坂戸町駒川東岸まで 5km が開通し、貨物営業が開始された。開業当初は、東武鉄道から機関車と貨車を借り入れ、月平均2500トンの砂利を輸送した。その後、国鉄八高線が、小御瀬まで延長されると、小御瀬鉄道においても急遽延伸工事を行い、 1934年12月16日に森と大御瀬館が開通し旅客運輸営業を開始した。開業にあたっては機動車2両を購入し、坂戸町大御瀬館1日9往復の旅客運輸営業に就いた。当初月間平均5000人であった輸送人員も大幅に増え、1935年12月さらに機動車1両を購入し、 1936年2月より増強した車両の運転を開始して1日14回に増加し所要時間も坂戸町を募セカンは30分かかっていたところを24分に短縮した輸送人員は開業5年後の1940年には月間1万5000人に達した交通統制に関する政府方針に沿って東武鉄道に合併することとなり 1943年4月25日に定時株主総会を開き、小瀬鉄道の買収を取締役会に一任、小瀬東部鉄道両社長官で鉄道運輸事業を呼び、所属財産27万1751円で持って譲渡され、同年6月10日に監督官庁認可、7月1日にすべての買収手続き完了。 即日東部鉄道を御世線として、鉄道運輸営業を継承した。定期、臨時列車合わせて、坂戸駅を五世駅間を運行する普通列車のみが運行される。おおむね平日の朝、夕時間帯と、と休日の朝時間帯は12分間隔、平日の日中と、と休日の午前中以降は15分間隔での運転である。上下列車の交換は主に、 一本松駅と武州長瀬駅で行われるが、ラッシュ時は、川澄駅と東諸駅でも行われる。坂戸駅で、東上本線の列車と接続しており、日中は全列車が急行と接続しているが、その他の時間帯は急行以外の種別と接続する列車がある。全線でワンマン運転を実施している。1970年代までは東上線。 観光急行列車、黒山、鎌北が、また朝夕は、川越市駅まで乗り入れていた普通列車があったが、2013年現在、定期列車の直通はない。臨時列車では、1996年から2003年に、完売列車、おごせ完売号として、池袋駅発で運行された実績がある。おごせ完売号毎年2から3月の梅の季節に、 運転されていた臨時列車である。1996年の運行当初は、池袋駅おごせ駅間無停車とし、池袋駅乗車時については、おごせバイリンへのクーポンと無料の乗車整理券を要した。設定当初より、下りおごせ行のみで、上りは運行されなかった。前面の表示は、臨時、おごせ、側面は、臨時で運行された。また、 ヘッドマーク取り付け用のサボウケが取り付けられた。2000年より、朝課台川越の両駅に停車。ただし、両駅での乗車の際にも、無料の乗車整理券を用した。2002年より、乗車整理券が不要となった。2003年を最後に、臨時列車として、運転をしていなかったが、大体として、梅の季節に、 区間運転列車が、おごせ完売ヘッドマークを装着して運転していた。2017年3月5日に8000系81107回で14年ぶりに運転された。ワンマン運転専用の4両編成が使用される。運用は、東上本線のワンマン運転区間と共用。AB テラダ一、データブック日本の私鉄から、猫パブリッシングハット ABCDE。 地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在、ハット AB、地方鉄道及び軌道一覧。昭和12年4月1日現在、日本全国諸外社役員6。第38回、総株数7000株、株主総数1346人うち、大株主ネズ海一郎、吉野伝司、松田吉重、地方鉄道軌道営業年間昭和4年。 鉄道免許上過負、官九1927年9月27日、日本全国諸外者役員6。第38回、地方鉄道運輸開始、官九1932年3月1日、地方鉄道運輸開始、官九1934年12月24日、鉄道省監督局、地方鉄道、起動事業の現況並みに、移動。 電気協会雑誌第203号日本電気協会1938年11月付録2ページ6月10日上渡許可地方鉄道上都官報1943年6月21日新東上線新東上6月14日東上線ダイヤ改正3月5日東上線池袋駅から 小御瀬線小御瀬駅に直通する、臨時列車、小御瀬カン号を運転。東武鉄道。2017年2月7日閲覧。東上線小御瀬線で、小御瀬カンバを号運転鉄道ファン RAILF.JP 鉄道ニュース。2017年3月6日。ありがとうございます。